どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は北伐走の戦法詳細動画ということになります。で、この動画は前期にも作らせていただいております。ただあの時に比べると凸も進んでますし、継承戦法もいじったということでですね、内容が変わってきてるんですよね。なんで今回もぜひ最後までお付き合いいただけたらと思うんですけども、最初にお伝えしておきますと、この編成めちゃめちゃおすすめできる部隊ということになっております。動画の最後にはですね、統計結果なんかもお伝えさせていただくんですけども、本当に幅広い部隊と戦えるということになってますので、その内容というのをですね、一緒に確認していただけたらと思います。そしたら部隊のおさらいなんですが、 SP 諸葛亮を首相に漢口と長鋒を副将とした槍の編成ということになってます。で、 SP 諸葛亮にはですね、伊武軍民と総戦釈戦で、漢口には豪遊無比と短期戦利で、長鋒にはですね、青州兵と騎兵陣ということになってます。でですね、いじったポイントといたしましては、 SP 諸葛亮の継承戦法ですね。こちら以前はですね、残壁砲と籠城樹脂という感じでしてました。で、実際僕もですね、今シーズン序盤はですね、残壁砲と籠城樹脂にしてたんですけども、この伊武軍民と総戦釈戦に変えた理由といたしましては、今期はですね、長領プラス憲法破砕というのがですね、猛威を振るってまして、もし SP 諸葛亮に憲法破砕が当たるようなことがあったらですね、残壁砲は解除されるし、で、さらにですね、その SP 諸葛亮の固有戦法も解除されちゃうっていうことになるんですよね。で、残壁砲を覚えさせてるっていうことはですね、 SP 諸葛亮に援護付きの鎧を装備させる必要があるということになるんですけども、 SP 諸葛亮になんで1ターン目の通常攻撃が当たるようになってるんですよね。で、その時に憲法破砕が発動されてしまうとですね、その部隊がたちまち勝てなくなるみたいなことになるので、残壁砲はちょっと相性が悪いなということで変えさせていただいたということになってます。これによってですね、まあ当然伊武軍民が解除されることもあるとは思うんですけども、援護も同時に外すことになりますので、通常攻撃を受ける確率っていうのがですね、3分の1まで下がるということになりますので、長領部隊と戦うときはですね、伊武軍民の方がいいという判断でですね、変更させていただいたということになってます。で、もう一つ前期との変更点といたしましては、 SP 諸葛亮に妖気というスキルがついた武器を装備させているということですね。こちらの妖気というスキルはですね、通常攻撃後に自身を回復するという内容になってます。で、その回復量っていうのはめちゃめちゃ知れてるんですけども、もし仮にですね、連撃を持ってる武将なんかに装備させたとしても、その回復量っていうのは当てにならないということにはなってます。ただですね、 SP 諸葛亮には将兵支援というですね、兵法書を装備させてます。で、これはですね、兵力が一番減っている武将を回復するときに、同時にその武将に耐久力アップを付与するというものなんですけども、SP 諸葛亮がですね、一番兵力が減っているときに通常攻撃を打って、で、容器によってですね、自身を回復したときにですね、将兵支援がかかって、SP 諸葛亮の耐久力が上がるというのが狙いということになってます。これはめちゃめちゃ相性がいいんじゃないかということでですね、装備させていただいてます。この舞台でどのような相手と戦ってどういった戦績を残したかというのをですね、今から見ていただけたらと思うんですけども、一応ですね、この動画何日にもわたってですね、戦法っていうのを保存しながらですね、動画を作ってますので、その矛盾点であるだとか繰り返しになってる部分がですね、あるかなと思いますので、その点だけご了承いただけたらと思います。あと8級バフが適用されている戦法っていうのはですね、今回紹介させていただかないということにしてますし、士気の差があまりにも大きい対戦っていうのもですね、紹介させていただいてないということになりますが、その点でもですね、まあ万が一ミスがあったということでしたらですね、大変申し訳なく思います。なんでその点をですね、考慮いただきながら見ていただけると幸いです。そしたら始めていきましょう。こちら、不機器との対決ということなんですけども、負けてますね。騎兵に対してはですね、圧倒的な強さを誇ってた北伐走なんですけども、不機器であるだとか SP 技法機が登場したことによってですね、で、さらにその相手が真っ赤っていうことだったらですね、こういった感じで負けるっていうことが発生しつつあるので、ちょっとこの運用難度っていうのがですね、下がった部分もあるんじゃないかなとは思うんですよね。まあその分、その古神弓とかにね、勝てるようになってるっていうところはありますので、そういった面ではですね、運用難度は低くなったかなと思うんですけど、まあちょっとその環境によってですね、戦い方っていうのが変わってきてるような感じがしますね。
こちら不機器との対決ということなんですけども、勝ってますね、圧勝って言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ突具合がそこまで進んでない不機器ということになってますので、こういった結果になることも多いんじゃないかなとは思いますね。こちら不機器との対決ということなんですけども、負けてますね。やっぱりこの編成とんでもなく強いですね。槍の編成ということで騎兵は得意なはずなんですが、で槍の中でも特に強いテンプレ編成と自負してますけど、不機器は抜けないっていうことなんですよね。硬いですね。でこれの理由といたしまして、 SP 諸葛亮に援護を装備させてるんですけど、それによって拳法破砕が SP 諸葛亮に刺さって、残壁砲やらあと SP 諸葛亮の固有っていうのが無効化されて、で漢方や長方のですね固有戦法があまり発動されてないっていう部分があると思うんですよね。援護をつけるのも考え物だなっていう感じはしますね。 SP 諸葛亮には不要かもしれないですね。こちら不機器との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。槍の編成で抜けないというのはですね、なかなか厳しいかなと思うんですけども、案外ね当たる機会はないんですよね。でしっかりと継承戦法が積まれてますので、凸があまり進んでなくてもですね非常に硬い相手ということになってますね。突破口がなかなか見出せずにいるところです。こちら不機器との対決ということなんですけども、負けてますね。やっぱ不機器強いですね。1万4000ぐらいは削ったということでですね、兵装はそこまで変わらないんですけども、まあ得意な騎兵ということプラスアルファ貫突してるわけでもないというのにですね、こんな感じで抜かれてしまうというのはですね、なんとも悲しいなという気がしますね。こちら SP 技法機との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。いくら兵士的に得意といえど、この編成っていうのはですね、槍だから勝てるっていうわけではないので、これは嬉しい結果にはなったかなっていうところなんですけども、凸差が結構あると言いますか、こちらの方は結構しっかり凸進んでるっていうところがありますので、毎回このような結果にはなってくれないかなと思いますね。こちら SP 技法機との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。本当に強い編成ですよね。騎兵陣がまあ若干刺さってないっていうところはあるかなと思うんですけども、こちらもしっかりと戦法発動してのこの結果っていうことになってるので、勝てる気がしないですね。もしかしたら今最強の編成って言いますとこの編成かもしれないですね。僕ずっと今まで技法盾言うてきましたけど、こちらの編成の方がもしかしたら強いかもしれないですね。こちらは大崎との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。大崎も非常に強い編成ということでですね、しかも凸がかなり進んでるので苦戦するかなと思ったんですけども、今回に限りはですね、漢方長方ともに固有戦法を5回も打ててるということでですね、優勢に引き分けることができてます。ただこれだけ頑張ってるにもかかわらず勝てないっていうところですよね。得意な騎兵に対してこれっていうのはですね、まあこちらが弱いというよりは相手が強いということにつながるんじゃないかと思います。こちらランキバとの対決ということなんですけども、負けてますね。これは結構びっくりしましたね。騎兵に対してはですね、不機器ぐらいしかですね、この負けパターンというのがなかったんですけど、こんな感じでランキバにやられるとは思いませんでしたね。まあかなり赤い相手なんですけどね。でこの方とちょっとポチャさせていただいたんですけど、このテイクにですね、円軸風比が結構いいらしいので、太平同胞他に使ってるっていう方はですね、ここに入れてみてもいいかもしれないですね。こちらはドッキバとの対決ということなんですけども、負けてるんですね。ただ兵装はこちらの方が稼いでるんですが、首相にダメージが集中した結果負けてしまったっていう感じですね。このドッキバに関してもですね、最近よく見かけるなっていう気はするんですけども、やっぱり核って厄介ですよね。この混乱っていうのは、その火力とか耐久力両方兼ね備えてる感じの制御っていうことになってると思うので、本当に読めないっていうところもあってですね、鬱陶しいなってすごく思いますね。こちらはテイク三星人との対決ということなんですけども、圧勝してますね。結構良さそうな編成には見えるんですが、やはり騎兵の編成ということでですね、こちらさらに騎兵陣も積んでるということで、テイクの火力っていうのもですね全然出ずにということで勝ててるということですね。こちらは核三星との対決ということなんですけども、圧勝ですね。1200ぐらいしか削られてないということになってますね。やっぱり回避が結構えぐい編成にはなってるんですけども、活目相対がついてないバージョンの核三星ということになってますので、首相に対するダメージっていうのはですね、割と通りやすいのかなという感じがしますね。漢方の固有戦法2回発動で1万7000も削ってるっていうところからも、それが伺えるんじゃないかと思います。
こちら関羽騎との対決ということなんですけども、勝ってますね。一方的にボコボコにしてるって言ってもいいんじゃないでしょうか。曹操の凸はね進んでないですが、花公園と長領は貫凸というかなり変わった感じの凸具合になってますよね。だいぶ偏ってるなっていう感じはするんですけども、騎兵陣はですね一応その首相がメインアタッカーになってないのでそこまでうまく刺さってないかなとは思うんですけども、それでもこんな感じで勝ってしまうというね。まあ残匹砲積んでますので耐久力をですね、ガツンと上げた上にですね、しかも援護も積んでるのでそこに通常攻撃が集まるような感じになってます。で突撃戦法っていうのはですね、同じようにその援護持ってる残匹砲が効いた諸葛亮に来るようになるのでダメージっていうのはかなり抑えられてるんじゃないかなと思います。まあ憲法派生を食らうというですね一応デメリットもあるわけなんですけど、仮に食らっちゃうとね残匹砲も解除されて固有戦法も、打てなくなるって、打つっていうかこの観光情報をサポートできなくなるっていうデメリットはあるんですけども、それでも憲法派生積まれてないバージョンだったらですねこんな感じでガッチリ止められるっていうことですね。これも勧誘機で、で首相が長領バージョンということになってるので逆にやれるのかなという感じはしたんですけども負けてますね。まあこれの理由というのはですね、憲法破砕が、その SP 諸葛亮に刺さっちゃって耐久力が上がってない状態で攻撃を食らいまくったっていうところにあると思います。こちらは勧誘機との対決ということなんですけども圧勝ですね。やはりこの残匹砲プラス援護があって憲法破砕がないっていうことだったらですね、首相がメインアタッカーで なかったとしてもですね勝てるっていうことですね。こちらは勧誘機首相長領バージョンとの対決ということなんですけども負けちゃってますね。やっぱりこれは憲法破砕ですよね。本当にこの SP 諸葛亮に援護をつけるっていうのはですね悩ましいところではありますけどね、つけた結果こういうことになるのでもしつけてなかったらねもうちょっと勝負になってた可能性もあるっていうことを考えるとですねなかなかしんどいですね。で一応首相抜きされちゃってるっていうところがあるのもですね援護が理由になってるんじゃないかと思います。こちら勧誘機との対決ということなんですけども勝ってますね。でこの勧誘機はですねシーズン11ではかなり猛威を振るってますよね。長領が首相バージョンの場合はですねかなり厄介でどの同盟の方もですね苦戦してるんじゃないかなと思うんですけども、北伐層の場合はですねメタ編成になってて騎兵陣とか残匹砲のようなですねその長領首相の編成が苦手な戦法を積んでる上にですね兵士適性的にも有利っていうことになるのでほぼ負けることはないという感じになってます。こちら両機器との対決ということなんですけども圧勝してますね。憲法破砕を打たれなかったっていうのは大きいかなと思うんですけども、それでもですね首相残り2000ぐらいまで兵力削られてるのでなかなか危ないなっていうところはありますよね。騎兵陣だけではやっぱり心もとないっていうことですかね。めちゃめちゃ強い編成だと思います。こちら両機器との対決ということなんですけども圧勝してますね。やっぱり槍プラス騎兵陣で相手首相がメインアタッカーということになるとですねかなりメタになるんじゃないかなと思いますね。相手が真っ赤だったとしてもですね8割方は圧勝できるっていうことになってますし、まあたまにポコッとね抜かれることっていうのはあるんですけども基本的にはぶつけていけるということになってますね。そういう編成っていうのはですね手持ちにないっていう方もですね結構いらっしゃるので、これはですね本当に組んどいてよかったかなって言えるポイントですね。こちらは両機器との対決ということなんですけども綺麗に首相抜きされてますね。ぶち抜かれてるっていう感じですね。二端決着ということなんですけども憲法破砕は SP 諸葛亮にかかってないですし、あと異部軍民もねきっちりと諸葛亮にかかってるんですけども、それでもこんな感じで抜かれてしまうっていうことなんですね。恐ろしいですね。なんで 100% 抑えようと思ったらですね残匹砲っていうことになってくるかなと思うんですけど、そうなってくると援護が必要ですし、援護をつけると憲法破砕で解除されてしまう可能性があるということなんで、この辺のバランスは非常に難しいかなと思いますね。こちらは残首騎との対決ということなんですけど、なんと負けちゃってるんですね。これはめちゃめちゃ悔しかったですね。首相抜きされちゃったっていうところなんですけども、騎兵陣とね異部軍民積んでるんですが、憲法破砕で異部軍民を解除された上でですね首相にダメージを叩き込まれたということでですね、本当にこう狙った通りにやられてしまったっていうことでですねかなり悔しいですね。ただですね長領通常攻撃2回で憲法2回、鬼神2回で、花公園がですね通常攻撃3回で固有2回、即上3回ということでですね超上振れてるっていうことになってますから、こういう展開でもない限りはですね負けないかなと思いますね。なんで9割方はですね首相がメインアタッカーの速攻型には勝てるということになるんですけども、壺にはまるとこういった感じで負けてしまうこともあるっていうのがですね恐ろしいところかなと思います。
こちらは斬首家との対決ということなんですけども、なんと負けちゃってるんですよね。まあ、奇形陣があったとしてもですね、花公園も一応アタッカーとして機能するということなので、しょうがないところはあるかなと思いますね。ただこちらの方が兵損は稼いでるんですけども、首相抜きされちゃってるっていうところですね。これはこちらがかなり下振れちゃってるっていうところがありますよね。観光の固有戦法1回ということで、これでは何のために SP 諸葛亮がいるのかわからないというところですよね。総戦釈戦も1回も発動してないですね。かて相手はですね、長領通常攻撃8回中鬼神帝6回発動みたいなですね、かなり上振れもあってということで、こんな感じで負けちゃってるっていうことですね。これはもうしょうがないかなと思います。こちら斬首家との対決ということなんですけども、勝ってますね。半分も削られてないということにはなってるんですけども、諸葛亮の兵力っていうのがもう801しか残ってないっていうことで、ギリギリ勝ったって言うてもいいんじゃないかなと思いますね。これもですね、長領の亡霊式がですね6回も発動しちゃってるっていうことで、結構上振れてるなっていうところなんですよね。なんで奇形陣でですね、いくら抑えてもですね、首相にダメージが集中するというのはですね、変わりがないということになってますので、ギリギリの戦いになるということですね。シーズン11の長領編成っていうのは本当に厄介だと思います。こちら斬首家との対決ということになってるんですけど、負けてますね。兵損だけ見たらこちらの方が稼いでるんですけどね、首相抜きされちゃったっていうところですね。やっぱりこの斬首家に対してといいますか、長領プラス憲法派生を抑えようと思ったら、東高兵プラス圭一陣でないとですね、しかも同じぐらいの突数ぐらい進んでないとなかなか厳しいなっていう印象がありますね。こっちも割と奇形陣なんかを覚えさせてるんですけど、そんなん関係あるかいという感じでぶち抜いてきますからね。こちら斬首家との対決ということなんですけども、圧勝できてますね。これだけ赤い斬首家に対してですね、こんだけ勝てるっていうのはなかなか気持ちいいもんがあるかなと思うんですけども、憲法派生が積まれてないバージョンということになってますので、もし積まれてたら同じ結果にはならなかったかもしれないですね。こちら延期場との対決ということなんですけども、圧勝ですね。5000ぐらいしか削られてないということになってます。まあ憲法派生が積まれてるので、これでですね、耐久力っていうのが下げられる恐れというのはあるんですけども、奇形陣がもろに刺さってるんでね、花公園の火力っていうのはなかなか出ないかなと思われます。こちらゴキバとの対決ということなんですけども、負けてるんですよね。線も削れずに一方的にやられてるっていう感じです。まあちょっとこちらの兵力最初は少なかったんですけど、それでも騎兵に負けることでほぼほぼないので、ちょっとこれはびっくりしましたね。で、内容を見てみたんですけども、臥薪嘗胆が刺さって、で、さらにですね、一騎昇天と千軍一掃の合わせ技が刺さってですね、もうほんまに何にもしてないような状態だったんですよね。なんではめ殺されたっていう感じですね。なんで壺にはまるとこういうこともあるんだなっていうことを勉強させてもらいました。こちら大量衆って言ったらいいんですかね、ゴキバの亜種みたいな編成との対決ということなんですけども、勝ってますね。やっぱり騎兵に対しては強いなっていうところですね。で、速攻型っていうことであればですね、首相がメインアタッカーでもなかったとしてもですね、こういった感じで抜けますね。こちら古神器との対決ということなんですけども、負けてますね。これは結構意外だったんですけども、理由といたしましてはやはり太子寺の憲法破砕ですね。これが SP 諸葛亮に刺さっちゃって耐久力も下がるし、あと固有戦法を打たすっていうこともですね、できないという感じになってしまって、こういった感じで負けるっていうことですね。なんで SP 諸葛亮に憲法破砕が刺さるっていうバージョン以外でですね、速攻型と相対した時はですね、そうそう負けることはないんじゃないかというところですね。こちら孫良衆との対決ということなんですけども、勝ってますね。圧勝もええところですね。相手の方かなり赤くて強い編成ではあるんですけども、やっぱりこの北伐層はですね、不機器とか以外のですね、騎兵の編成にはめっぽう強いっていうことになってるので、このような結果になってるんじゃないでしょうか。こちらは孫大衆との対決ということなんですけども、圧勝してますね。この編成かなり厄介ではあるんですけども、槍の編成で奇形陣持ちという感じでですね、相手のメタになってる部分がありますよね。なんでこういった厄介な編成のメタになるっていう感じでですね、組む価値っていうのは十分にあるんじゃないかと思います。こちら孫大衆との対決ということなんですけども、圧勝ですね。3000も削られてないということになってるんですけども、やはり憲法破砕が積まれてないバージョンで突があまり進んでないっていうことだとですね、特に問題なく勝てるのかなという感じがしますね。こちら呂布三世との対決ということなんですけども、勝ってますね。5000ぐらいしか削られてないということになってます。憲法破砕がなくて、しかも首相がメインアタッカーっていうことになってますので、これはもうお得意様っていった感じですかね。
こちら呂布三世との対決ということになってるんですけども、勝ってますね。やはりこちら奇形陣があって、さらに残匹法もあるということになってますので、憲法破砕が積まれてないタイプの首相がメインアタッカーの速攻型編成って言ったらいいんですかね。でさらに騎兵っていうことだったらですね、そうそう負けることはないんじゃないかなと思いますね。こちらは呂布三世との対決ということなんですけども、負けちゃってるんですね。何が起こったかと思ってですね、ちょっと詳細確認させていただいたら、イブ文明が SP 諸葛亮にかかってない上にですね、まあ、騎兵陣はちゃんと呂布を抑えてるんですが、加工園もかなり頑張ってるっていうことでですね、これだけボコボコにされてしまったということですね。逆にこちらは戦法全然発動できてなかったっていうことでね、しょうがない部分はあるかなと思うんですけども、呂布三世でも2枚アタッカーの編成っていうのはですね、ちょっと怖いなと感じましたね。こちら呂布三世との対決ということなんですけども、圧勝ですね、5000ぐらいしか削られてないということになってます。ダブルアタッカーの呂布と加工園両方貫突してるということでですね、さらに憲法破砕も積まれて怖いというところはあるんですけども、やはりこれだけ揃っててもですね、壺にはまらないとなかなか厳しいということなんでしょうね。こちら呂布三世との対決ということなんですけども、負けてはいますが、兵装に関してはこちらの方が大きく稼いでるんですよね。1万1000ぐらいしか削られてないんですけども、2万近く削ってるっていうことになってますので、これは師匠抜きされたがゆえんっていうことですね。やっぱり呂布三世も鬱陶しいなっていうところですね。これは技法盾との対決ということなんですけども、負けてますね。何にもできずに負けてるっていうことになってます。5000も削れてないですからね、やっぱりこの編成最強って言っていいんじゃないかなと思いますね。 SP 技法機と双璧をなすんじゃないかなと思いますね。こちら技法盾との対決ということなんですけども、負けてますね。ただ今回は1万ちょい削ってるっていうことになるので、大健闘って言ってもいいんじゃないですかね。この編成と勝負っていうことで勝てる未来っていうのはですね、ちょっと見えないなっていう感じはしますけどね。本当にこの対策っていうのがですね、打ちにくい編成だなと思いますね。やっぱり憲法破砕持ちの速攻型騎兵とかでないと、なかなか安定しては抜けないんじゃないかなという気はしますね。っていうか、それでも憲法破砕がうまく発動しなかったら抜けないケースの方が多いような気はしますね。こちらは技法盾との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。これだけ赤い技法盾に対してですね、勝負できるっていうのはですね、本当に自信になりますよね。僕が最も強い編成って思ってるだけにですね、その編成とこういった感じで対等に戦えるということになると、めちゃめちゃ嬉しかったですね。こちら技法盾との対決ということなんですけども、勝ってますね。これはかなり嬉しい結果になってるということではあるんですけども、やっぱり凸の差っていう部分はあるかもしれないですね。凸がしっかり進んでたらですね、相手の技法盾がですね、凸進んでない場合っていうのはですね、こんな感じで勝てることも結構あるということみたいですね。こちらは武法聴覚盾との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。こちらの編成も結構強いですよね。で、独攻と6回ということで、ほぼ定譜にですね、ダメージがいくようになってると思うんですけど、そのカウンターで結構その強行状態にされてるんでしょうね。観光も長歩もうまく働けてない感じがしますね。こちらは天候聴覚盾との対決ということなんですけども、勝ってますね。1万ぐらいは削られてますが、2万6000削っての勝ちということになってます。盾はね、そんな苦手な感じしないんですよね。投降兵はやっぱり嫌なんですけども、それでも引き分けて帰ってくるみたいなことも多いですから、それだけ観光の火力っていうのがとんでもなく高いということだと思いますね。こちらは天候聴覚盾との対決ということになってるんですけども、そうですね、劣勢引き分けって言ったらいいでしょうかね。最初の兵力っていうのがこちらが少ないっていう部分はあるんですけども、なんか天候聴覚盾は苦手な感じがしますね。残匹法でダメージが通らなかったり、刮目相対で回避されてたりっていうのがあるんだと思うんですけども、どうも思ったような戦果っていうのは上げられずにいる感じがします。こちら天候聴覚盾との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ほぼ兵装も同じなんですが、若干劣勢引き分けということになってるかなと思いますね。まあちょっと観光の固有戦法が2回しか発動してないっていうところはあるんですけども、相手のその聴覚の固有戦法に関しても1回しか発動してないので、っていうことを考えるとですね、ちょっと天候聴覚盾とは相性が悪いような感じがしますね。こちらは天候聴覚盾との対決ということなんですけども、ボコボコにやられてますね。やはり投降兵持ちということでですね、継承戦法もしっかり積まれてる場合はですね、凸があまり進んでなかったとしてもですね、強い編成ということになりますね。今後もこの編成を使い続けられるんじゃないかなと思いますね。
こちら天候聴覚隊との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。まあ、トコヘ積まれてないのでダメージはしっかり通ってるっていうところはあるんですけども、やっぱり聴覚の火力すごいですよね。固有3回発動で2枚以上削ってきてるっていうことですからね。でこちら、観光がですね固有戦法6回も打ててるということで、まあまあ爆発してるんですよね。それでもこんな感じで抜き切れないということでですね、やはり硬い編成だなと思いますね。こちら天候聴覚隊との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。で投降兵積まれてるっていうわけでもないんですけども、それでもこんな感じで、かなわないということになったらですね、シーズン序盤だったらこの天候聴覚隊も無双しまくれるんじゃないかなと思いますね。こちら天候聴覚隊との対決ということなんですけども、勝ってますね。半分ぐらい削られてということでですね、これはかなり良かったかなと思うんですけども、やはり観光の固有戦法がですねしっかり発動できたからっていうところですね。ただ相手もですね、その聴覚がですね固有戦法4回発動ということで、結構発動してて2万近く削られてますよね。やっぱり強い編成だなと思いますね。なるべくならやり合いたくはないんですが、まあ戦場にかなりいるんでね、避けられない部隊かと思われます。こちら天候聴覚隊との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱこの編成嫌ですね。で相手投降兵積んでないバージョンということになってますので、それでもこんな感じで劣勢になってしまうっていうことでですね、割と4、6ぐらいで苦手な相手になってるんじゃないかなと思われますね。こちら天候聴覚隊との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ただ全く赤くない天候聴覚隊ということでですね、でこちら火力は相当高い編成ということになってますので、天候聴覚隊っていう編成がですねいかに硬いかっていうのがですねよくわかりますよね。こちら天候聴覚隊との対決ということなんですけども、引き分けてますね。であまり凸が進んでない天候聴覚盾なんですけども、投降兵が積まれてるということでですね、こちらの火力をもってしてもですね抜ききれないということになってますね。それでもその観光がですね固有戦法で1万5000も削ってるっていうのはですね、さすがの火力だなと思います。こちら天候聴覚隊との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。投降兵積まれてて、さらに異防必死2回も発動されてるということでですね、こちら何もできてないところはあるんですけども、観光の固有戦法が1回しか打ててないっていう下振れもねあったということにはなってますね。ただ何回やっても勝てる気がしない編成ということになってますね。こちら天候聴覚隊との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということですね。投降兵が積まれてるバージョンということでですね、こうなってくるとやっぱり厳しいですよね。で、一応聴覚の固有戦法も4回で2万撃破ということでですね、かなり仕事してるっていうことになってますので、突が進んでないのにもかかわらずすごい火力ですよね。天候聴覚隊でプラス投降兵っていうのはですね、もう相手にしない方がいいと思いますね。こちら天候聴覚盾って言うたらいいですかね。聴覚ロシク、もう一人がゴツトツポツという編成なんですけども、引き分けてますね。まあその兵損見ると劣勢っていうことになってると思います。ただ相手の方かなり赤いですし、こちら兵人系で、しかも相手投降兵積んでるっていうことになってますので、まあ勝てないかなっていう相手だと思うんですよね。その相手に対してですね、まあこれだけ先行稼いでくれたっていう時点でですね、まあ合格かなっていう気はしますね。こちらは天候聴覚隊との対決ということなんですけど、負けてるんですね。ほぼ削れてないっていうことになってます。この北伐層はですね、盾に対しては結構強く出れるっていうところはあるんですけども、で投降兵ではない盾っていうことでですね、こんな結果になるとはちょっと思ってなかったですね。3000ちょいしか削れてないっていうことになってます。やっぱり赤さに特化しているような、テーフが入っているような天候聴覚盾っていうのはダメージが通りにくいなっていうところですよね。まあただ観光はですね固有戦法を打ててないっていうところもありますので、ここら辺の兼ね合いも少しはあるのかもしれないですけどもね。まあ毎回毎回こうはならんかなとは思うんですけども、こういうこともたまにはあるということですね。こちらは法政三聖人との対決ということなんですけども、勝ってますね。ただ半分近く削られてるのはですね、やはり相手に投降兵が積まれてるからっていうところはあると思います。法政三聖人も息長いですよね。ずっと強い編成だと思いますね。今後も活躍していくんじゃないかなと思います。こちら法政三聖人との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。ほとんど削れてないですね。めちゃめちゃ硬いなと思いますけどもね。で継承戦法なんかを見るとですね、そこまで高級のが積まれてないっていうことなんですよね。これはかなり参考になる人はなるんじゃないかなと思います。まあ聴覚や法政に関しては貫突してるっていうところはあるんですけども、案外使わないことも多い2武将っていうことになってますからね。でロシクが2凸ということで、まあこういったぐらいの凸数でですね、こういったその余り物の継承戦法を使ったとしてもですね、僕のこの槍の編成にですね、こんな感じで優勢引き分け取れるっていうことで、めちゃめちゃ硬い
回編成だなと思いますね。レベリングも45、45、43ということで、まだ全然進んでないんですけどね、それでもこういった強さを有しているということですね。こちら法政三聖人との対決ということなんですけども、勝ててますね。かなり圧勝してるということでですね、これは結構珍しい結果になったかなと思うんですけどね。やっぱり投降兵が積まれてないっていうところが大きいんでしょうね。もしこれ投降兵積まれてたら同じ結果にはならなかったかなと思いますね。法政三聖人結構強いですからね。こちらノバ軍団との対決ということなんですけども、勝ってますね。大きく削られることなくということでですね、完勝に近いかなとは思うんですけども、割と継承戦法に妥協があるタイプのノバ軍団ということになってるので、勝てたっていうところもあると思いますね。こちらタイタとの対決ということなんですけども、引き分けてますね。で、優勢引き分けということになってます。で、相手投降兵積んでますから苦手かなと思うんですけども、それでも観光で火力、発動が5回ですか。で、2万近く削ってるっていうことなので、相当火力が出るなっていう感じではありますよね。まあその赤さにちょっと差はあるんですけども、結構投降兵でも最近は逃げずに戦ってる感じはあります。こちらはタイタとの対決ということなんですけども、負けてますね。ボコボコにやられてますね。ケイチ人と投降兵というですね、非常に硬くなる戦法を積まれてますし、でこちら平人ダメージがメインということになってますので、投降兵はかなり苦手ということですね。赤くなかったらね、結構削られたりするんですけども、これだけ仕上がってタイタだとちょっと厳しいということみたいですね。こちらタイタとの対決ということなんですけども、勝ってますね。半分も削られてないですね。やはり凸があまり進んでないっていうところはあるかなと思うんですけども、投降兵が積まれてるバージョンということでですね、ダメージは通りにくいかなと思います。それでもですね、こういった形で勝てるということでですね、やはりこの北伐層の火力っていうのは相当高いなと感じますね。こちらタイタとの対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ優勢引き分けということになってるのは、相手に投降兵が積まれてないからということだと思いますね。ただ軽一陣、イブ軍民、活目総体のようにですね、ダメージが通りにくくなるような戦法っていうのを結構積まれてますので、これでこんだけ火力が出るっていうのはですね、やっぱり北伐層火力はすごいなということですね。こちらタイタとの対決ということなんですけども、圧勝してますね。かなり赤いタイタテではあるんですけども、結構継承戦法も妥協で積まれてるようなところがあると思いますので、こういった結果になってるんじゃないかなと思います。ここに投降兵なんかが積まれるとですね、また内容はガラリと変わるんじゃないかなと思いますけどね。こちらは桃園隊との対決ということなんですけども、圧勝してますね。1500も削られてないということになってます。で、関羽張飛が真っ赤ということで、結構強そうな桃園隊ではあるんですけども、積んでる戦法っていうのがあまりこちらには刺さらないタイプだったのかなっていうところですね。で、関羽の固有も1回も打ててないというですね、まあこれあんまり珍しくはないんですけどもということになってるので、その桃園隊の悪い面が出たかなっていうところですね。こちら桃園隊との対決ということなんですけども、圧勝ですね。6000ぐらいしか削られてないということになってます。継承戦法は割としっかり積まれてるタイプの桃園隊かなとは思うんですけども、凸が進んでないのでこういった結果にもなってるんじゃないかなと思います。また相手の桜花役場がですね、こちらに全く刺さってないっていうのもですね、勝因の一つになってるかもしれません。こちらは桃園盾との対決ということなんですけども、勝ってますね。今のところこの桃園盾に対してはですね、特に苦戦してないっていうところがありますので、相性は悪くないのかもしれないですね。こちら桃園盾との対決ということなんですけども、負けてますね。まあしっかりと赤い桃園盾ということでですね、こういうこともあるのかなっていうところですね。カオの固有戦法を3回打って撃破数1万ということで、かなりすごい数字になってますよね。なかなか戦法が発動しないことで有名なんですけども、こちら制御がないんでね、割と発動しやすかったのかなっていう気はしますね。まあただ兵装もかなり稼いでるので、いい勝負はしてるんじゃないかなと思います。こちら食卓との対決ということなんですけども、勝ってますね。兵力最初少なかったんですけども、半分も削られずに勝っててるということになってますね。で、相手張飛貫突義援三突ということで、まあまあ突は進んでるなっていう相手ではあるんですけども、こんな感じでですね、勝ててるということでですね、割と投降兵以外の盾っていうことだったらですね、頑張ってくれる印象がありますね。これは古神弓との対決ということなんですけども、勝ってるんですよね。かなり一方的にやってると思います。まあそこまで真っ赤な古神弓というわけではないんですけども、最近といいますかこのシーズンですね、凸がしっかり進んだ北伐層を使うようになって、古神弓であまり凸が進んでないとかいう場合はですね、こんな感じで跳ね返すようになりましたね。なんで白馬義中が突っ込んできてもですね、逃げないようになりました。でこれ古神弓との対決ということなんですけども、また勝ってますね。ただ兵装もね、同じぐらいっていうことになってますかね。
まあ、そのこういった感じでですね、黙っとっても弓が寄ってきて、先行稼げるっていうことになると、その使用難度っていうんですかね、はですね、低いということになりそうですけどね。運用難度が低い編成に昇格したような感じがしてます。これも古神弓との対決ということなんですけど、こうなったらほぼ削られてないっていうことなんですよね。凸がしっかり進んでる古神弓なんですけども、こういった結果になってるということでですね、やっぱ強い編成ですね、こちらね。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、負けてますね。まあ結構赤い古神弓だったんでね、しょうがなかった部分はあるかと思うんですけども、それでも半分以上削れてるっていうことでですね、やっぱり残壁砲の偉大さっていうところですよね。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、負けてます。これもう太子寺以外真っ赤っていうことになってますし、太子寺も4凸ということでですね、相当強い古神弓なので、しょうがない部分はあるかもしれないですね。あと、老中樹脂も1回も発動できてないということで、騎兵陣プラス残壁砲でもですね、割と早い段階でやられたんだろうなっていうのが想像つきますね。これは射職弓との対決ということなんですけども、負けてますね。綺麗に負けてるっていう感じですね。やはりこの北伐走の特徴といたしまして、もう弓は逃げた方がいいっていうのが、まあ、前シーズンはあったんですけど、まあ、今シーズンはですね、古神弓からは逃げてないですけど、他からはやっぱり逃げた方がいいなっていう感じですね。こちらは射職弓との対決ということなんですけども、一方的にやられちゃってますね。で、前シーズン使った時にですね、弓は基本的に逃げた方がいいということをですね、お伝えさせていただいたんですけども、その通りの結果になってるっていう感じですね。古神弓とかとは戦えるようになったかなと思うんですけども、やっぱり耐久寄りの弓っていうことだと、こういった結果になるのがほとんどなので、避けた方がいいと思いますね。こちら射職弓との対決ということなんですけども、なんと勝ってるんですよね。ただこれはですね、首相抜きができたっていうことに他ならないかなと思います。なのでたまたまということですね。にしてもですね、これだけ割と赤くてレベル50までいってる射職弓に対してですね、こんな感じでポコッと勝つことがあるっていうのはですね、すごいなというところですね。やっぱり前シーズンと比べて赤くなりましたので、それによる強さっていうのの上がり具合っていうのをひしひしと感じてるところではあります。こちらは射職弓との対決ということなんですけども、気持ちよく勝ってますね。1500も削られてないということになってるんですけど、まあ、刮目相対がね、積まれてないバージョンの射職弓ということでですね、ダメージが通りやすかったのかなという感じはしますけども、それでもですね、弓の強編成の射職弓に対してですね、これだけダメージを受けずに勝てるっていうのはですね、気持ちいいもんがありますよね。こちら射職弓の帝府が SP リョモになったバージョンとの対決ということなんですけど、なんと勝ってるんですね。これだけ真っ赤な相手っていうことでですね、士気の差かなと思ったんですけど、全然そんなこともなかったということで、これはめちゃめちゃ意外でしたね。まあ継承戦法なんかを見るとですね、ガッチガチの射職弓っていう感じでもないんですけども、それでもですね、理にかなった大体戦法を積まれてるような編成に対してですね、こんな感じで圧勝できるっていうことでですね、これはかなりびっくりした戦法になりました。でこちらは大帝弓との対決ということなんですけども、引き分けてますね。まあ劣勢引き分けって言うていいかな、いや同じぐらいの平損ですね。ということで弓がかなり苦手な部隊っていうのがですね、北伐走だったんですけども、こんな感じでまあ耐久型ですよね、その大帝弓ってね、との勝負っていうことになったらですね、こんな感じになることもあるっていうみたいですね。なかなかいい勝負してるなっていうところはあるんですけども、延築風飛がなくて異防飛士が入ってるっていうところですね。まあこれがまあ基地と出たか強化出たかっていうところはあると思います。こちらは大帝弓との対決ということなんですけども、負けちゃってますね。一応弓の部隊の中でもですね、万能型と耐久型がいるかなと思うんですけども、耐久よりのこの大帝弓はちょっと苦手かなっていうところはありますね。同じ理由で射職弓も弓の中で特に苦手な部隊かなと思いますね。1万も削れてないですね。こちら天皇弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってるんですね。強いですね。憲法破砕9回も打たれてるんですけども、それでもこんだけ耐えてくれるっていうのはですね、素晴らしいですよね。こちら天皇弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。で相手の方継承戦法はしっかり積まれてますけども、凸っていう面ではあまり進んでないかなという方になってます。ということでですね、1万も削られずに圧勝ということでですね、本当に弓があまり怖くなくなってきたなっていうところでですね、やはり上位のテンプル編成っていうのは強いなという印象ですね。ヤリクソンとか使ってる方もこんな感覚だったんでしょうね。こちらは天皇弓との対決ということなんですけども、優劣つけがたい形の引き分けということになってますね。こちらも結構すごいですよね。孫権4凸で帝府が貫凸っていうタイプのですね、割と凸が進んだ天皇弓に対してですね、苦手な兵士にもかかわらずですね、こんな感じで互角に渡り合えてるっていうことですね。
こちらは天皇弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってます。一つが進んでるわけではない天皇弓なんですけども、レベル50まで行ってて、で兵士宝物も使われてる上でっていうことだとですね、まあ頑張ってくれた方なんじゃないかなと思いますね。こちらは残壁麟弓との対決ということなんですけども、一方的にやられてますね。弓の強テンプル編成でさらに軽略ダメージを付与してくるような相手というのはですね、やっぱりきっちりと避けるべき編成かなと思いますね。こちら残壁麟弓との対決ということなんですけど、勝ってるんですよね。すごいですよね。まあかなり削られてはいるんですけども、しっかりと赤い残壁麟弓っていうことになってますよね。継承戦法も万全に積まれてて、でですね、宝刀の固有戦法なんか3回も発動してるっていうところではあるんですけども、こんな感じで勝てちゃうということでですね、もしかしたら残壁砲牢城自主のパターンよりですね、戦える相手の幅っていうのは増えたかもしれないですね。こちらは残壁麟弓との対決ということなんですけども、一方的にやられてますね。5000ちょいしか削れずに負けてるということになってます。やっぱりテンプレの中でも特に強いこの残壁麟弓っていうことになるとですね、凸がしっかり進んでる相手の場合はですね、こんな感じで何もできずに負けっていうこともですね、多いかなと思いますね。こちらは残壁麟弓との対決ということなんですけども、負けてはいますが2万近く削ってですね、先行も2500稼いでるっていうことなんですね。これはやはり強いですね。で、脅威と宝刀が貫突で、しかもレベルもですね、全員50というかなり仕上がってる残壁麟弓ということになってるんですけども、それでもですね、まあ負けはしましたが2万近く削れるっていうことでですね、本当に強い編成だなと思いますね。しばらく使い続けたいですね。こちらは残壁麟弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということなんですね。かなり赤い残壁麟弓で、継承戦法にも一切の妥協がないということにはなってるんですけども、それでも引き分けられるっていうことでですね、この北伐層という編成のポテンシャルの高さっていうのがですね、よく分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。本当に戦闘が雑になるレベルですね、逃げんでもいいんじゃないかっていう気になってしまうんですよね。こちら SP 生殖弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。かなりガリッと削られてはいるんですけども、こういった感じで強い弓にもですね、勝てるっていうのはですね、勇気づけられますね。まあただこれ一応観光情報両方固有戦法4回発動してるっていうのもありますし、あと SP 生殖弓の凸っていうのがですね、そこまで進んでないっていうのもありますので、ここら辺がですね、まあ改善されるとですね、同じ結果にはならないかなと思います。こちら天水弓との対決ということなんですけども、圧勝してますね。半分も削られてないっていうことになってます。苦手な弓の強テンプレということでですね、こういった部隊にもですね、勝負できるのはやはり赤さの差っていうところかなと思いますね。本当に使いやすくて、使いやすいがゆえにですね、なんか攻め方っていうのが雑になってしまうような感じがするんですよね。っていう編成って結構珍しいかなと思いますので、この3人の武将がですね、しっかりと進んでる方はですね、ぜひ組んでみていただけたらと思える編成ですね。こちら天水弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。1万も削られてないということで圧勝と言ってもいいんじゃないでしょうか。で、天水弓って言ったらですね、決して弱い編成ではなくて、でさらに凸もそこそこ進んでるんですけども、こんな感じで負けてしまうということでですね、北伐層を倒そうと思ったらですね、生半可な弓ではですね、なかなか厳しいというのもですね、今回の動画でお分かりいただけてるんじゃないかなと思います。こちらは五芒球って言ったらいいんですかね、五芒神の弓バージョンとの対決ということなんですけども、負けてますね。半分ぐらいは削れたんですけども、まあ、削り切られての負けということになってます。こちらの編成結構面白いですよね。で、準優とテイクが真っ赤っていうことになってますので、固有戦法なんかでのダメージもしっかり出てるなっていう感じがしますね。こういったまあ珍しい編成でも強い編成っていうのはですね、いくつもあるなっていうふうに思いますね。こちら五芒球との対決ということなんですけども、勝ってはいますが大きく削られていますね。テイクと準優が貫突しているようなですね、非常に強力な五芒球に対してですね、こんな感じでかなり削られてはいますけども、勝てるっていうのはですね、この北伐層の強さかなと思いますけどもね。弓の編成に対してもですね、絶対に無理っていうわけではないということですね。以前作った動画ではですね、弓は相手にしない方がいいということはお伝えしたんですけども、凸が進むとですね、弓に対してもですね、前に出れる編成になってると思います。こちらは長魚球との対決ということなんですけども、負けてますね。何やら不穏な名前の編成になってるんですけども、あまり凸は進んでないんですけどね、かなり強いですよね。まあ固有戦法テイクが6回打ってるっていうところはあるかなと思うんですけど、この編成に関してもですね、かなり評価は高いんですよね。あまり見かけはしないんですけども、中国なんかではですね、愛用されてて強いということらしい編成ということになってるので、まあ凸が進んでたらですね、使う価値はある編成になってるんじゃないかなと思いますね。
こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってるんですね。まあまあ赤い SP 軍弓ということになってるんですけども、こんな感じで弾き返してしまうということなんですね。で、韓国のこういう戦法もそこまで上振れしたというわけではないので、これはかなり強いなと、弓に対してもいけるなという感じがしますよね。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけど、勝ってるんですよね。すごいですね。1万も削られてないということになってますね。まあ、凸がね、あまり進んでないっていうところはあるんですけども、装置なんかは貫凸ですし、継承戦法も割としっかり積まれてるっていうところなんですよね。ガシン昇誕なんかも2回発動してるので、強行なんかも食らってるにもかかわらず、こういった感じで勝てるということでですね、本当にこう、いろんな部隊と戦えますよね。弓でも凸進んでなかったら大体勝てるみたいな部隊に仕上がってきたかなと思います。こちらは SP 軍弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。1万も削られずに勝ってるっていうことですね。まあまあ赤い SP 軍弓ではあるんですけどね、そういった相手に対してもですね、こんな感じで安定して勝てるということでですね、弓に対してもですね、まあまあやってくれてるなという感じがします。こちらテイク武法弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。最近よく見かける編成ではあるんですけども、結構強いんですけどね、こちら槍でですね、こんな感じで半分も削らせずに勝ててるということでですね、やはりこの北伐層がですね、どういった兵種に対しても強い編成というのが分かっていただけるんじゃないかと思います。こちら孫大路との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。孫大路シーズン 3-4 ぐらいではですね、手のつけられない強さだったということなんですけども、これだけ赤いということでですね、一応劣勢ではあるんですけども、あえて1万8000ぐらい削っての引き分けということでですね、これはまあ大満足の結果だったんじゃないかなと思いますけどね。こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、負けてますね。一方的にやられてるといった感じですね。やはりヤリクソンと勝負するとですね、若干分が悪いかなっていう感じは否めないところですね。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、引き分けてますが、ほとんど兵装は変わらないっていうことですかね。1万7000初期値の相手ということになってるので、抜いてほしかったなっていうところはあるんですけども、やっぱりね、憲法破砕が苦手なところがあって、で、今シーズンの僕の北伐層はですね、援護を SP 諸葛亮につけてるっていうところがあって、それで残匹砲もこういう戦法も無力化されちゃうことっていうのがですね、結構見受けられるんですよね。なんでちょっと変えた方がいいのかなと思いつつですね、平人ダメージに対する耐久力の高さっていうのがとんでもなくなるので、結局変えられずにいるところではあります。こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってます。ヤリクソンに対してはね、やっぱり厳しいですね。ただまあ、真っ赤のヤリクソンで、しかも兵士宝物も2つ付けられてるっていうことになってますから、まあ、しょうがない部分はね、あるかなとは思うんですよね。やはり最強と僕が認めてるこのヤリクソンで、しかもこれだけ赤いっていうことになると、僕の北伐層ではちょっと叶わないのかなという感じはしますね。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、圧勝ですね。半分も削られてないということになってます。レベル50でかなり赤くて、兵士宝物2つ積んでて、継承戦法にも一切妥協がないというヤリクソンに対してですね、まあこんな感じで勝てることもあるっていうことになりますとですね、その槍の中でも上位編成ということはですね、まあまず間違いはないんじゃないかなと思いますね。ヤリクソンはですね、割と苦手な部類ではあるかなとは思うんですけども、こういうこともあるということだとですね、またこれ逃げたくなくなりますよね。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、負けてますね。半分ぐらいは削ったんですけども、やはり真っ赤でですね、さらに兵士宝物っていうのをですね、2つ装備してるようなヤリクソンっていうのにはですね、なかなかかなわないのかなという感じがしますね。こちら最終層との対決ということなんですけども、負けてますね。ボコボコにやられてます。やっぱ消耗補助がですね、5回も発動されちゃうときついですね。火力っていうのも結構出る上に、こちらがずっと強行状態になってるみたいな感じなので、これ観光に関しては固有発動ゼロになってますよね。こちらの部隊、観光がメインアタッカーっていうことになってて、観光が働かんと何もできない部隊ということになりますので、まあその短期戦利があるんでね、制御っていうのに受けにくくっていうところはあるんですけど、先に動かれて制御かけられた分にはもうこれどうしようもないっていうことになりますからね。こちらは最終層との対決ということなんですけども、完敗って言ってもいいんじゃないでしょうか。こちら1万も削れてなくて、半分以上削られての負けっていうことになってますからね。まあちょっと首相にダメージが集中 しちゃったので、もし分担されるようなことがあったらですね、この韓国のこういう戦法もうちょっと打ててですね、なんとか戦えてたかなっていう気はするんですけども、やっぱり四部六で部が悪いような感じはしてますね。
こちらは最春草との対決ということなんですけども、負けてますね。一方的にやられてます。継承戦法も万全で、レベルも50で、兵士宝物も使ってるってなったらですね、やっぱり強いですね。半分も削れてないっていうのはですね、結構ショックな結果になりました。ただまあ、この勘銀兵がこういう戦法7回も発動してますからね、これはもうしょうがないところはあるんじゃないかなと思います。こちら最春草との対決ということなんですけども劣勢引き分けということになってますね。これだけ赤い最春草ということになるとですね、やっぱりちょっと分が悪いのかなという感じはしますね。仮に長方が貫突してたとしてもですね、結果はあまり変わらなかったんじゃないかなと思われます。こちら最春草との対決ということなんですけども優勢引き分けということになってますね。脅威以外貫突してるということでかなり突が進んでる最春草ではあるんですけども1万ちょいしか削られずにの優勢引き分けということでですね、これも気持ちいい結果になってますね。こちら5個草との対決ということなんですけども圧勝ですね。まあこれは赤さの勝利かなっていう気はしますけどね。で相手の方は粉突という変わった戦法を装備させてますよね。こちらっていうのがですね、封印状態にしたりするっていうので戦軍一掃との親和性っていうのの高さっていうのをですね狙ったんじゃないかなと思うんですけども、バンプ不当に関してはね、超運の方がええような気しますね。準備ターンがあるんで動作状態にやれる超運の方が安定して発動できるんじゃないかなと思います。とはいえですね、破陣再建もバンプ不当も1回も発動してないっていう状況ではあるんですけどね。こちらは洞察層との対決ということなんですけども勝ってますね。大きくは削られてるんですけども真っ赤の洞察層に対してですね、この結果というのはですね本当に強いなといったところですよね。消耗工事とか5回とか異防必死3回とかかなり上振れてるかなと思うんですけど、それでもねじ伏せてしまうのはやっぱり観光の火力がすごいですよね。で騎兵陣なんかでですねこの観光の火力っていうのは抑えられないのでこういった結果になるということですね。こちら洞察層との対決ということなんですけども勝ってますね。圧勝と言うてもいいんじゃないでしょうか。まあ相手騎兵陣とかね意気昇天とかこちらにあまり刺さらないような戦法を積んでるっていうこともあって、それでまあこれだけ一方的にやれてるのかなという気はしますけどね。で超に意気昇天を覚えさせてるのはちょっともったいないような感じはしますけどね。せっかく洞察状態に慣れてるのでアクティブ戦法とかを積んだ方が強くなれるんじゃないかなと思います。こちら洞察層との対決ということなんですけども負けてるんですが、この結果はひどいですよね。もう相手943しか残ってない状態なんですけど、こちらが首相抜きされちゃったっていうことですね。本当に何か一つだけでもですねこちらに有利な方にですね何かしらの戦法が働いてたらですねこうはならなかったかなと思います。こちら洞察層との対決ということなんですけども圧勝ということですね。で相手の戦法騎兵陣なんかはですねこちらに刺さらないっていうところがありますので、こういったかなり赤いようなですね洞察層に対してもですね一方的に勝てるっていうところですね。やっぱり北伐層強いなという感じですね。こちら洞察層との対決ということなんですけども勝ってますね。超運とか貫突してる相手ではあるんですけども、まあ、半分以上削られてはいますが勝ってるっていうことですね。やっぱり槍に対してもですね頑張ってくれる編成だなと思いますね。こちら洞察層との対決ということなんですけど勝ってますね。相手かなり赤くてレベルも50なんですけどね勝ててるっていうことですね。まあ一応洞察層って制御にかからないっていうのがすごいメリットになると思うんですけど、こちらから相手に制御をかけることがないっていうことになってるのでコンセプト的に若干ずれてる部分はあるのかもしれないですね。こちら食槍との対決ということなんですけども圧勝してますね。あまり見かけないタイプの槍の編成かなというところはあるんですけども、かなり赤いんですけどねなんとかしのいでるっていうところになってますね。こちら食槍との対決ということなんですけども勝ってはいますがかなり削られてますね。2万近く削られてるっていうことで撤退を余儀なくされてるっていうところですね。超運なんかはね全然突進んでないんですけども、これだけしっかりとですね削ってこれるっていうことはですねかなり強い編成かなと思いますね。こちらは変わって槍編成ですね。関羽、趙雲、義援の槍編成ということで全員真っ赤でかなり強そうではあるんですけどね、圧勝してますね。5000ちょいしか削られてないっていうことになってますので、まあ完勝と言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ騎兵陣とかが刺さらないとかいうことでですね、まあこちらに対してですね強力な戦法っていうのがですね1個減ってるっていうところがあって勝ててるんかなとは思いますけども、ここまで干渉できるっていうのはかなり珍しいかなと思いますね。こちら食槍との対決ということなんですけども負けちゃってますね。ただ1万8000ぐらいは削ったということになってます。8ターン継戦ということなんですけども、その間に消耗工場6回も発動されてるんですね。それはもう厳しいかなという感じがしますよね。そんな中よくここまで削ったなということで逆に褒めてあげたいぐらいですね。
こちらはショコヤリとの対決ということなんですけども、負けてますね。一方的にやられてて、これはかなり悲しい結果に終わってるんですけど、まあ7ターン継戦で、で、消耗コチが6回も発動されてるっていうことで、観光が何にもしてないんですよね。やっぱり勘銀兵の固有が壺にはまるとですね、本当にめんどくさいですね。何もできずにこんな感じで負けるっていうこともあるということですね。こちら浮上偽装との対決ということなんですけども、負けてますね。一方的にボコボコにやられてるっていうことですね。浮上偽装は本当にこれがあるんで怖いですよね。勘銀兵がですね、思いっきりこの強行付与したらですね、こっち何もできなくなっちゃうということでですね、ほぼ削れずに負けっていうことがあるんですね。北伐層でこれは結構珍しいんですけどね。こちらは食槍との対決ということなんですけども、負けてますね。やっぱり食槍ってすごいバリエーションありますよね。関羽、張飛、張雲、あと関銀兵、義援、この5人のうちだったらどの3人組ましても結構強かったりしますよね。あと脅威なんかを入れても強いっていうことでですね、本当にこう対策が難しい相手ではあるかなとは思うんですけども、このタイプにはちょっと勝てなかったということですね。ただちょっとね、その戦法っていうのが全然発動できてないので、毎回こうなるとは思わないですけどね。こちら浮上長宗との対決ということなんですけども、勝ってますね。最初の兵力が2万1000しかなかったと考えると圧勝って言ってもいいんじゃないでしょうか。で、関羽張飛が真っ赤ということでですね、かなり恐ろしい相手だったかなとは思うんですけども、こんな感じで勝ててしまうということでですね、世代交代が進んでるような感じがしますよね。関銀兵が仲間になれたそうにこちらを見ているような気がします。はい、いかがだったでしょうか。相当長い動画になっております。ここまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ここからはですね、今見ていただいた戦法のですね、まとめに入っていきたいと思います。まず騎兵との勝負なんですけども、18勝15敗4分けということになってますね。なんでだいたい白黒ついてるっていうことになってます。引き分けは非常に少ないということになってますね。で、その引き分け4のうちですね、優劣っていうのはですね、2ずつということになってましたので、本当の引き分けということになってますね。で、これによってですね、優勢引き分け以上の結果を残す確率っていうのがですね、 54% ということでですね、2回に1回以上はですね、優勢引き分け以上になれてるということで、これは優秀な結果のように見えるんですけども、兵出適正的に得意な騎兵に対してこの結果っていうのはですね、非常に寂しいかなと思います。前期はですね、もっと騎兵に対して頑張れたかなと思うんですけども、今期このようにですね、ちょっと微妙な勝率っていうのになってる理由といたしましてはですね、やっぱりその SP 順位と SP 閣下の登場ですね。で、さらにですね、神父のシステムによってですね、長領がめちゃめちゃ強くなってる、この2点のせいでですね、勝率が下がってるんだと思います。でですね、不機器と SP 技法器、あと大崎、この3つをですね、技法御三家とでも呼ばせていただこうかなと思うんですけども、これらとの対戦っていうのが8回あったんですよね。で、1勝3敗4分けということになってましたので、まあ槍なのに一方的にやられてるっていうことなんですよね。で、今シーズン猛威を振るってる長領の編成に関してはですね、7勝6敗ということで、一応勝ち越してはいるんですけども、過去のシーズンだったらほぼ勝ててたのが、まあそのほぼ引き分けといいますか、横ばいの確率になってるっていうのはですね、少し残念な感じはしますね。次、盾との戦績なんですけども、12勝6敗15分けということになってます。で、15引き分けのうちですね、優勢なら劣勢8ということで、これもほぼ横ばいということになってますね。で、盾っていうのはですね、もう最近では一番強いと言われてる兵種になってて、どのエリアサーバーでもですね、猛威を振るってるんじゃないかなと思うんですけども、こちらに対してですね、優勢引き分け異常率っていうのはですね、これ 57% ということになってるんですよね。なんでこの結果っていうのはですね、これだけでも使う価値があるんじゃないかって思える結果になってますね。盾って本当に強いですからね。ただやはり硬い編成が多いので、引き分けもめちゃめちゃ多いということになってます。でですね、一応優勢に戦えた盾の部隊といたしましては、桃園盾ぐらいだったかなっていう気はするんですよね。他に対してはですね、そこまで優位に戦えたっていう感じはしないんですけども、こういった結果になってるのはですね、一応投降兵を使ってない隊盾とか、投降兵を使ってない天候聴覚盾には優位に戦えたっていうところですね。逆に投降兵を使ってるこの両者の部隊とのっていうことになったらですね、劣勢になってしまったっていうところがありますので、まあこういった結果になってるということなんですけども、まあ投降兵は見た目でわかるんでね、避けやすい部分はあると思います。ただ、相手を見定めて戦えない時っていうのもですね、当然ありますよね。そんな時に関してはですね、やっぱり投降兵に当たってしまう場合っていうのもですね、あるということになりますので、まあその
この点をですねうまく調整できるのであればですね、盾とももうちょっと優位に戦えるようになるんじゃないかなと思いますね。で、非常に強いと言われている大盾や天候聴覚盾に対してですね、投降兵さえ持ってなければいい勝負ができるっていうことだったらですね、これはもう強テンプレというふうに断じてもいいんじゃないかって思いますよね。次、弓との戦績なんですけども、これがかなり驚きましたね。15勝10敗7分けということになってます。で、引き分けのうち優勢が3、劣勢が4ということになってますので、ここもほぼ横ばいかなっていうところなんですけども、勝敗だけ見るとですね勝ち越してるんですよね。で、優勢引き分け異常率っていうのがですね 56% ということになってますので、苦手な兵士の弓に対してですね2回に1回以上ですね優勢引き分け以上に持ち込めるっていうのはですね、これはかなり強くなったなっていう感じがしますね。やはり理由といたしましては、突が進んだっていう部分とですね、イブ軍民総戦作戦かなっていう気はしますけどね。弓の編成ってやっぱりその軽略ダメージを付与してくるような部隊も多いということになってますので、こういった結果になってるんじゃないかなと思いますね。で、特にですね、古神弓とか射職弓ですね、こういった部隊に対して勝ち越してるっていう驚きの結果になったんですよね。まあちょっと麒麟弓なんかには大きく巻き越したっていうところはあるんですけども、それでもその強い弓の編成とこうやって渡り合えるっていうことだったらですね、もう投降兵以外逃げなくてもいいんではないかっていうふうになってきますよね。で、最後槍との戦績なんですけども、こちらが11勝10敗4分けで優劣2-2ということでですね、横ばいということで、これは優勢引き分け異常率っていうのが 52% ということで、他の兵士と比べては一番低くなりました。まあ 1% とか 2% の差っていうことになってるので誤差かなとは思うんですけども、槍に対しての得意意識っていうのは特にないということになってますね。槍クソンや最春草といったですね、その槍の中の強テンプレっていうのにはですね大きく負け越すという結果になってます。ただですね、洞察層のようなですね、強テンプレに対してはですね大きく勝ち越してたっていうところがありますので、まあこれも兵種見極めでなんとかなるかなっていう気はするんですけども、最春層と洞察層とかだったらですねかなり見極めにくいっていうところがありますので、槍と当たる時っていうのはまあ五分五分になるかなとか思いながらぶつけていくっていうことになるかもしれないですね。まあ相手が分かってるっていうことだったらですね、槍クソンと最春層は避けていけたらもうちょっと勝率っていうのは上がっていくんじゃないかと思います。で、トータルでの成績なんですけども、56勝41敗30引き分けで、そのうち優勢が14、劣勢が16ということになってて、で、優勢引き分け異常率っていうのが 55% ということになってます。全ての兵種に対して引き分け異常率っていうのが 50% を超えるということで、とんでもない編成であるっていうのがですね分かっていただけるんじゃないかなと思います。で、この手の戦法詳細動画を作るときにですね、最後にこの兵種とぶつけるとその優勢になるよとか劣勢になるよとかいうその丸抜表みたいなのをですね作らせていただいたんです、いただいてたんですけど、今回はちょっと作らないでおこうかなと思います。理由といたしましては、投降兵以外だったらとりあえず勝負してみる価値があるからということですね。僕なんか基本的に逃げないスタイルなんですよね。これはどうも厳しそうだなとか兵力がだいぶ減ってるなっていう時は逃げるんですけども、五分五分ぐらいでいけそうだなっていう時はですね大体ぶつかるっていうことになってるんですよね。で、今回の動画を見ていただくと、弓との対決ですらですね優勢引き分け異常率っていうのがですね 56% 以上っていうことになるので、これやったらもう逃げる必要がないっていうことなんですよね。明らかにその勝率っていうのが悪かったのが投降兵だけということになってますので、投降兵以外とは勝負した方がいいですよっていうことでですね、このようなお伝え方をさせていただいてるということですね。ただまあ自分で言うもなんですけども、僕の北伐をそこそこ突は進んでるっていう形になってます。でですね、貫突してるような部隊とも勝負っていうのもしてきましたが、まあしてない部隊との勝負っていうのもですね今回見ていただいたっていうことになってると思うんですよね。なんで今回の結果っていうのはですね、同じ突数ぐらいの相手だったら大体このぐらいになるよっていう感じで捉えておいていただけたらということですね。なんで無突の北伐を使う場合とかはですね、弓に対してここまでの優勢引き分け異常率っていうのを叩き出せるとはちょっと思えないので、その辺はですね戦う相手っていうのをですね、自分の突具合に合わせてですね変更していくというのもですねやっていただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。